加藤健は、新潟県北貫原郡西老町出身の元プロ野球選手。愛称は、加藤健。現在は、読売巨人軍の二軍バッテリーコーチ。新潟県立柴田農業高等学校時代には、対外試合で、通算十五本塁打を記録。三年生だった九百九十八年の夏には、戸賀樫和弘とのバッテリーで、新潟県代表として、 第80回全国高等学校野球選手権大会に出場した。しかし、初戦に当たる2回戦で、和田武氏のいた島根県立浜田高等学校に、敗れた。大会終了後のプロ野球ドラフト会議で、読売ジャイアンツから3位で指名。契約金6500万円、年俸480万円という条件で入団した。 入団当初の背番号は56。2000年、9月27日の対ヤクルトスワローズ戦6回裏から、保守として一軍デビュー。2001年、フレッシュオールスターゲームにイースタンリーグ選抜として、スタメンで出場。上野遊平とバッテリーを組んだ。2002年、2試合に出場するも、無安打に終わるなど一軍に定着できなかった。2005年、 イースタンリーグで打率。289.5本塁打で2軍の成績を収めた。2006年、4年ぶりに1軍出場を果たすと、同年6月11日の第1バロッテマリーンズ戦で、ようやく1軍初安打を記録した。その後も少ない出場機会ながら打率。294を記録。同年オフには、ハワイウインターリーグへ派遣。2007年、 9月21日の対、横浜ベースターズ戦では負傷していた安倍に代わって、先発出場、寺原隼人から、プロ初本塁打を放って、勝利に貢献した。2008年、開幕前に左肩を骨折したことで出遅れるも、開幕から控え保守として一軍入りを果たした。2009年、7月3日に昇格した。その後、9月20日に抹消されるまでに13。 打席においてに支給を受け、負傷退場も経験するなど、苦難の年となった。特に9月4日の対ヤクルト戦においては、延長11回に、高木刑事から頭部に支給を受けて交代したが、この時すでに巨人は加藤以外に、保守登録されていた、安倍晋之助、鶴岡一世を、すでに交代させており、急遽保守経験のある、木村拓也が保守を務めるという事態も発生した。 2010年、保守として1試合のみの出場で、守備機会もなかった。2011年、開幕前に、安倍が、不傷離脱したことで、開幕2戦目となった4月13日の対、ヤクルト戦では、内海哲也とバッテリーを組んで7回途中無失点に、抑え、4月15日のヤクルト戦では、沢村拓一の初登板、初先発でバッテリーを組んだ。2012年、 11月1日の日本シリーズ第5戦には、安倍の負傷もありスタメン出場。この試合の4回表の攻撃時、日本ハムの投手た田にや数人が投じたボールに、加藤は、バントの構えから大きくのけぞり、倒れて、頭を押さえた。主審の柳田正夫は当初ファウルボールと、判定していたが、その後この投球が、加藤の顔に当たったとして、死球と判断し、 タデニアは危険球により退場となった。しかし、リプレイの映像では投球は、加藤の頭には当たっておらず、評論家からは、この判定を疑問視する声が上がっており、加藤が死球を装ったのではないかという疑義も持たれた。引退後に、加藤は当たっていないことを認め、タデニア、日本ハムファン、審判への謝罪の思いと真相を語っている。2015年、 阿部の一塁主転校や相川領事の骨折離脱もあり、出番が増加し、二度の猛打賞も記録するなど35試合出場。18、安田は、プロ17年目にして、自己最多を記録。2016年、10月17日に、戦力外通告を受けた。巨人からは、ポストも用意されたが、11月12日に、現役続行を機会を求めて、12球団。 合同トライアウトへ参加。シートバッティング形式の対戦で、5人の投手に対して、5打数1アンダに三振という結果を残した。12月中旬まで練習を継続したが、NPB た球団から獲得のオファーを受けるまでには、至らず、2017年1月に現役を引退した。現役引退を決意し、18歳で、プロに入ってから、 故郷の新潟に何も恩返しができていなかったので、何か恩返しをしたいという抱負を語った。2017年1月16日、新潟アルビレックスベースボールクラブの球団社長補佐を務めることが発表された。2月からは球団が手掛ける野球塾で少年野球を指導やチーム編成などのフロント業務にも携わる。2018年6月20日、 第4回 WBSCEU-15 ワールドカップの野球日本代表臨時コーチを務めることが発表された。7月14日から16日、東洋大学野球部グラウンドで行われた強化合宿での指導を担当。2019年、球団社長補佐権非常勤総合コーチに配置転換。背番号は77。 シーズン終了後の10月24日に対談が発表された。2020年、読売ジャイアンツの3軍バッテリーコーチに就任。2021年5月24日に2軍バッテリーコーチに配置転換。安定したリードキャッチングを誇る。巨人時代には、自身の2年後に入団した安倍が長らく正捕手に、君臨。その影響で、実動18年ながら、 一軍公式戦への出場は通算で185試合にとどまった。しかし実際には困った時のカトケンと呼ばれるほど2番手保守としてチームに貢献。2016年のイースタンリーグ最終戦では堤達義ゼネラルマネージャーの計らいで長男との親子バッテリーによる始球式が実現した。2012年11月1日。 北海道日本ハムファイターズ対巨人の日本シリーズ第5戦で起こった出来事。4回表無視一塁で打席に入った加藤は、バントの構えを見せ、日本ハム先発の多田や数人は、内角高めへ直球を投じ、それに対して、加藤はのけぞるように回避し、頭を抑えながら倒れ込んだ。これを見た球審の柳田正は頭部への危険球と、判断。 日本ハム、栗山秀樹監督の猛抗議も判定は変わらず、タデニアには退場処分が下されてしまう。しかし、リプレイを見る限り投球は、加藤ではなく、バットに当たっていた。タデニアはこれについて加藤が死球を演じたとの見方を、示し、騙す方も騙す方、騙される方も騙される方とコメント。一方、加藤は、必死にプレーした。 何が起こったのかなという感じと言葉を濁し、死球についての明言を避けた。他にも、この時マスクを被っていた、日本ハム、鶴岡晋也は、当初ファウルと判定していたものの、原辰則監督の抗議を受けて死球へ覆した、胸の証言を残しており、このことから一部では、柳田球心が請求な判断を下したのも、問題とされる向きがある。なお、 試合は10から2で、巨人が勝利。後日談で、本人は、審判を騙そうとしたのではなく、頭部に子宮を浴びた人間にしかわからない恐怖から来る、錯覚が引き起こした衝撃が要因であったと話した。打席で倒れ、痛みがあるような仕草で一塁へ向かったのは、パニック状態の中、強い衝撃を体に感じたためであり、 気が動転していたことから子宮を思わせ、勢いよく倒れたことで地面に体を強く打った。以上の理由から、加藤は体のどこかにボールが当たったと錯覚し、自分で認識する時間もなく、審判から子宮を宣告されたという。加藤は、僕はそれまで頭部子宮が2回あったんです。その時はヘルメットが割れて何が起きたかわからなかった。 同じように何が起きたか分からず、その場に倒れてしまいました。ブーイングは聞こえました。映像を見て、逆の立場で考えれば僕だってブーイングしたと思います。でも、僕も審判の方を騙すつもりはなかったですし、あの時は一瞬で頭が真っ白になってしまった。あの試合以降、タデニア投手だって指先の感覚が狂ったかもしれない。審判の方も僕のせいで、 ジャッジに迷いが出るようになったかもしれない。リズムを狂わせてしまい、迷惑をかけてしまったと語っている。また、死球の判定を受けた次の打席でアンダーを打つも、ヤジを受けたことで落ち込んでおり、相手内野手の金子誠と、飯山博士から、おう、加藤ちゃん、ナイスヒットと声をかけられ、救われたという。さらに引退後まで、この件について、 コメントをしてこなかった理由については、ユニフォームを着ている間は何を言っても言い訳になると、考えていたためだと語っている。ありがとうございます。